アーをちょっっと作ったんんですよなんかるくないですかくいやいや,いや全然あの中身同じだから俺はこれ使って、うん、カとティ、最近流行ってるグラスワーカーのレイアウトにチャレンジしたいと思ってるんですけどあれでしょあのプラスチックの葉っぱとかじゃなくていやそれはもちろんでしょでしょそれ。うん 流行ってるからちょっと私もやってみたいなって思ってますうん、うん、じゃあ D ちゃんそこの画面、うんえー、今ね画面に出てるけれども <laughs>、えー、これはジェックスが今売ってるグラスアクアのシリーズであとレ,レイアウトしたやつですね6個あるんですね1個1個じゃあちょっと、えー、どんな派手のレイアウトしてるか見ていきましょうかうん、うん、でこれはグラスアクアシリンダーっていうやつまっすぐな円柱ですねうん、うん、でこれ見ての通り もう水草絨毯ですねで、えー、これはグラスアクはキャンドルっていう容器で細長いんですねロウソクみたいな感じそうそうそうロウソクの炎みたいなイメージもあってキャンドルって呼んでまあどんどんいくねドロップは、うん、えこんな感じの、まあ、まん丸のうん、うん、え容器で、うん、でこの水槽にはベタっていうお魚が入ってて、うん、で水草はあえて1種類だけ入ってますね 上にちょろちょろって見えるわ気づきましたそれはね、はい、浮草なの<あ>でこれはグラサーカーのスフィアっていうやつで,、うん、で水草がこれはもうすげえたんまり入れてでますねまで,すねで流木を入れてますねこれは枝タイプのやつ、うん、なんか丸いからすごく大きく見える気がします、うん、そうそうあの曲面なんでんていうんですかねレンズ効果みたいな歪みが出るんですよ それがねあのすごい素敵だったりするんでであとはこのグラスアクアティアっていうやつでこれはまあ両サイドに草があって道があるようなレイアウトですねうん。なんだっけト構図ああ、よく覚えてますねトツじゃないだろうけどねこれはヘッ凹んでるからオーかでもあんまりもうグラスアクアとかの世界だと気にしなくていいかなと思います簡単な方がいいですでしょで今回は 結論から言うとかわ、はいあの可愛い容器に素敵な水草を植えて、うん、あの丁寧にレイアウトできたら、はい、絶対どんなやってもかっこよくなるから。本当ですか <laughs> 本当に、はいはいで。ここからは、うんえー、じゃあ用品を今日使うものをご紹介していくんだけど、うんえー、ちゃんと水草水槽をやりたいっていうことだったら、うん、ちょっと使うもんは多い。 うん、グラスだけじゃなくてそう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 、うん、なんでそれをじゃあもう片っ端から、うんえー、持ってくるんで、うん、あのちゃんとあの今回先生させていただくんでセッティングもしてもらいますでも本当にこれがあれば全部絶対大丈夫っていう用品全部持ってきましたあ,ありがたいですはい、はい、じゃあ持ってきますはいで今回ははいこれ容器容器 今日はティアーを用意してますじゃあ箱から出してくださいせっかくなんであもう出していくんです、ねはい、じゃあ次行きましょうじゃあ箱はちょっと下を置いといてはいこれ今回はこれ、えー、土台用意しましたこれグラスベースっていうね<っ>下敷きって言ったらいいんかな <laughs> あの水槽の下に敷く板 <laughs>、えー、はいどうぞ用品は多いけど、うん、ジェックスの用品みんな簡単だから <laughs> そう 私にもできるできる,るで初めての人にこそねぜひやってもらいたいですよねじゃあ次はい、えー、次はそうだなこれいこうかジョンこれあ名前かわいいやつねそうそうピコロカ、うん、ピコロカ <laughs> 名前がいいですよねはいどうぞ、うんはい、でこれはこういうガラス容器に、えー、使えるフィルター、うん あ、USB なんかそうです USB ですねこれいいですね最近のって感じですのこんな感じえ向き合ってパチパチってなるまで結構力入るああ、あっいたいた言ってないしっかりとそう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 向きはこっちで合ってる向きはねあのどっちでもいけるんだけど今日はこの向きでいきましょう今日はこんな向きでいきますあ真横が一番弱い これが一番弱い,い一番弱いでまあ<で>上にすると一番強くてそが一番強い今日はね45度狙いましょう右45度でも左45度でも一緒ですからねあ一,一緒一緒一緒なるほど、うんうん、ポーンと、うん、でこれをポーンと中に入れてくださいポーン入れで OK はい OK はい終わり <laughs> 完璧<え> <laughs> <laughs> これで一旦セッティング OK <ー>これこれやる はいよし先にこれ作ってもらおう作るって何ですか <laughs>、えー、これこれは二酸化炭素発生させるやつです、うんうん、でものすごいシンプルな、うんあのー、やつで、うん、必須アイテムこれが必須アイテムもうはっきり言って必須 <laughs> あるとないとで全く違う全然違うもう本当に違う,うん、うん、でこんなグラスアクアリウムには本当にぴったりな用品になってます、うん、はいじゃあちょっとこれ開けてみてい色が違うくなるの 色というかね、育たない、はっきり言って。二酸化炭素を供給しないと。なるほど。ガラス？こじゃれた。ね。ガラスのこれから二酸化炭素出ますよっていうやつですね。これはボトルと、これはパッケージから丸見えやったやつ。丸見えだったペットボトル。ペットボトルと。あと裏側に、あ、これが色が付いてるでしょ？そう、それがあの箱の。箱の粉。元みたいな。元みたいな。 これも。そう、これがお砂糖的なもの。これがお砂糖的なもの。ここにね、何？これを使うと入れやすい入れやすいです。量がついてるんで、それもぜひ使ってください。ちゃんと切り取り線で。そうなんですよ。切り取りやすくなってる。あの量を減らしてからほぐしていこう。うん。ああ、まだ入ってた。まだ入ってない。 でこれだったら<け>吹き出ませんから吹き出ませんからってことはうん、うん、要するに、うん、バーって振りますガンガンガンンはいい,いっぱい普通にねあん、安全だからねはいよい、はい、で、えー、もう一回ロートつけてもらってあもう一回これあそうそうそうこれね。そうそう あの発酵する菌の元が入ってます。酵母。そうそう。はい。でこれでもうあとは振らなくていいです。あこれは振らない。これで振っちゃうと発酵が早く進みすぎちゃうんだ。もうこの状態でそのなんだっけ CO2 は出ているんですか。出始めます。ああの中のこう酵母君が一生懸命こっからスタートして発酵を始めていくんで。 その次はも、うんえー、もうこの辺も一回出すかほいそうそうそうこれヒーター取り捨ずなくても大体できちゃいますよねなんかここら辺は直感でいける気がします<い>これで、えー、今回使う器具のほとんどいったけどあと蓋も作ろうか蓋<タ> <laughs> まだあんねん最後まだある最後最後最後 ゴリラじゃないっすよ。やめてください。D ちゃんはゴリラじゃない。そんなこと言ったら怒られちゃいますから。私 D ちゃんファンに。あと一個。はい。こんな感じで当てながらやってください。本当、あの切りすぎるより絶対確実ですから。焦るな禁物ですね。そうそうそう。で、いい。バッチリ。バッじゃあ最後にあのピコロカを通すところをここを切って作ってください。あ、そう。ぴったり。はい、ぴったり。 よしここまでやった。はい。で、ええ、<laughs> そろそろ中身いこうか。あ <laughs> あ、これは。<laughs> うん。D ちゃんが。D ちゃんよくできました。うん。これ使って今からね。はい。これ D ちゃんのね。D ちゃんよくできました。で、カトディは。はい。今日やるんですか。そうですね。私も一緒に今日は作っていきたいなって。まだこれ一から。そうなんだけど、うん、あのー、ちょっと容器がもうなくて。 できな,いじゃないですかった。やりたかったんだけど、うん、ちょっとどうしてもものがなかったから、うん、あの前。ちょっと、動画撮影で作った。あ <laughs> の、アクア夕方の、あの、ティアをちょっと作ったんですよ。えなんかずるくないですか。全然、あの中身同じだから、あの、うん、俺はこれ使って。うんうん あの本当申し訳ないけど、うん、ここにポンプとかもちょっとまとめて入れられちゃうんだけど、うん、まあ D ちゃんはそのスタンダードまでやってもらって、うん、ごめんあの本当に容器が手に入らない。容器 <laughs> 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 ある？ここにあるよ。いや,いやいやこれはもうそこ穴開いちゃってるから。<ー>開けたの？開けた開けた。けたけた <laughs> あの詳しくはあのこここちらの動画をご覧ください,みい<笑><笑>すいませんけど私はこちらでやらせてもらいます。はい。 まあでも私はこのねスタンダードなやつで皆さんと一緒にそうそうそう愛着あるでしょうんうん、俺も愛着あるからちょっと、うん、今日はこれで手作りですもんねなんかちょっとずるいなやっぱりいやなかったからなかったから